タイタンから持ち帰った情報によれば、太平洋軍は壊滅したようだ。中国のミサイル攻撃によってな。ここは今やチャンの庭だ。ことの重大性を考えてください、キャプテン。慎重になる必要があります。彼女を舞台に入れることはアイリッシュには全てが見えていない。彼女は君たちに同行させる。了解です。アイリッシュから目を離さないようにします。よく言ってくれた、パック。まだこれからだが、君にはリーダーの資質がある。ありがとうございます、キャプテン。飛行場を襲撃するにあたって何か情報は？あるぞ。レッカーを呼んでくれ。パック、レッカー、やってもらいたいことがある。最後のミサイルは有効に使いたい。飛行場を襲撃する。見つかるなよ。敵機が駐機場に出たら合図しろ。奴らを叩いて西へ進み、海峡を越えるぞ。了解、キャプテン。楽勝です。パック、レッカー、失敗すれば我々は全滅だ。だがな、これしかないんだ。フレアの合図から脱出するまでには30秒しかない。ミサイルが降り注ぐぞ。了解。決して味方の爆撃で死ぬなよ、ハンナ。行くぞ、レッカー。志願って誰が強化した？キャプテンギャリソン、自分で聞いて。遊びじゃねえぞ。あなた北京語話せる？そんなことお前の心配には及ばねえよ。ねえ、手助けしたいだけ。守ってくれるでしょう。最悪だな。あいつを連れてくのはとんでもないお荷物を抱え込むことになる。総員につく。キャプテンからお話がある。バルキリーの戦士諸君、我々は疲れている。誰もが苦しむ。友や愛する者を失った。それが無駄ではなかったと証明しろ。嵐で敵機は離陸できない。だが長くは続かない。生き残ったのは我々だけだろう。戦わずに沈むわけにはいかない。西へ向かうぞ。嵐に乗じて飛行場を攻撃し、無事にシンガポール海峡を越えるんだ。勇気を持って挑め。嵐を味方につけるんだ。
先に進むぞ。先頭に立て。いいか。
だ。爆発に巻き込まれるところだぞ。どうなったの？衝撃波だ。生きてるとはラッキーな奴らだ。戦車を使いましょう。こちらの近くをカバーしてくれ。ランダー1、ランド。
そいつを押してここからだ。もたもたしないで行くぞ。
からだ。ええ、調査。骨まで凍るな。橋はあそこ。残りは私たち4人でも行くしかない。身を晒すことになる。渡るには向かない。作戦を変えよう。雲が途切れてきた。嵐がやみつつある。急がないと。気に入らねえな。お前正気か。4人で軍隊とやり合うのか。この任務についてはギャリソンと話し合った。いい、彼はリスクを承知して。話したのはお前だけだ。俺の知らないところでな。一体何なの。女が舞台にいるのが気に入らない。女なのは関係ないが、お前は嘘つきだろ。なあ、もうや
任務中だぞ。バルキリーの乗員のことを考えろ。救出した人たちだ。俺たちにかかってるんだぞ。クソ。手を貸せ、レッカ。信用できねえな。あの女何か隠してる。目を離すなよ。行こう、急ぐんだ。したよ。フレアはパック、心配ない、持ってる。で、パック、次はどうする？
上に行って座標を確認する。いやいや、お前には聞いてねえ。俺は信頼できるやつから聞きたい。ああ、座標を確認しプレーを打って脱出。俺たちならできる。あなたたち一緒になってどれぐらい？アイリッシュとレッカーはずっと前からだ。あと分隊長だったダンも。俺は1年ほどさ。ダンはどうしたの？海に飲まれた。あの、ごめんなさい、知らなくて。武器の貯蔵庫だ、レイカ。声が聞こえる。どうした？地上スタッフと歩兵数名。
奴らが飛ぶ。ジェミア・パック、今からフレアを撃つぞ。なんでお前が運転すんだ。粉々にしてやれ、ギャリソン。ゴー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 。アンガー、さっさと車出せ。お前遊んでんのか。もう一回かかれ。他に方法がないの。